こんばんは、ファンクでーす。前にね、水道橋メンツー団っていうところへね、訪れてたので、その時の映像をご紹介いたします。後楽園のすぐ近くなんだけども、正面向かって、右側の道路の向かい側のちょっと入ったところ。わかりづらい。ここよく来るのよ。でね、ここのおうどんね、めっちゃね、さぬきってんのよ。あと、腰すごく強いの。これ腰っていうのかって、みんなびっくりするぐらい、めっちゃくちゃ硬いのね。ファンクね、この硬いおうどん好きなんね。それにね、いりこだしがめっちゃ効いてて、で甘みもね、ちょっと強いんですよ。それなんでね、好き嫌いがね、すごく分かれるお店だと思う。ファンクね、ここでね、いろんなトッピングするのが好きなんね。で、紅生姜をトッピングした後ね、前までなかったと思うんだけど、わかめっていうのがあったのよ。それ入れてみたのね。わかめね、全然ね、切れない。硬いよ。それなんでね、ここのね、そこの方にね、溜まってるおつゆにつけてね、なんとかほぐしながら食べたのね。あ、わかめって美味しいのね。ここの紅生姜はさ、この甘いつゆにさ、マッチしてめちゃくちゃ美味しいんだけど、でもね、わかめは今回初だったんだけど、噛み切れない。美味しいけどね。ここね、どっちかって言ったら塩気が多いおうどんも美味しいんですけども、このね、甘みの強いおうどんもね、もうめちゃくちゃ美味しいんで、どちらかというとね、肉系がトッピングされる場合はね、おうどんとね、この肉部分の味付けは、まあ、すき焼きっぽい感じするんですよね。それなんでね、おうどん、さぬきうどんとすき焼きを一緒に食べてるという変わったね、感覚のおうどんです。で、この日ね、めちゃくちゃファミリー客が多くてですね、ファンクのね、後ろ、あと、右隣、あと、それからね、周りにもガンガン子供が寄ってきてね、店内はね、無政府状態だった。お店の人はね、あ、取ってどうぞって言っていただいたんですけども、皆さんね、家族連れでね、楽しくね、食事されてましたので、今回はね、食べてるシーンはカットしました。ここね、もう一回ちゃんと食べてるシーンも入れてね、訪れてみたいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。じゃあにー、その時にね、まだズビシュー言いたいかなと思います。